2022年3月1日は石臼原爆自家製ラーメン丸釜に来ました。3月3日で7周年となるようでございます。おめでとうございます。それに伴いまして3月1日と3月2日はこちらのメニューとなっております。はい、それではのどぐろ魚介系ラーメンの醤油煮豚2枚トッピングでございます。低温調理でじっくり旨味が引き出された豚肩ロース肉チャーシューに豚腕の煮豚、そしてバラのり、三つ葉、刻みネギ、刻み玉ねぎ、なると柑橘系の皮、そしてお麩に穂先麺までございます。具沢山でございますね。煮豚は最初、バラチャーかと思ったんですけども、どうやら豚腕のようであります。GK を意識した煮豚のようでございます。そして醤油のビジュアル発色感がめっちゃ綺麗ですね。でのどぐろ使っておりますので、なかなかオイリーでございます。いただきますと味は抜群に美味しいです。生醤油のですね、キレ、コク、深み、そして動物系を使わずとも、オイル感がしっかりある、のどぐろ煮干しの、上品で、独特の旨味、香り、そして甘み。のどぐろは個人的にはあごだしと似てるというふうにも思うんですけれども、またあごだしとは違う、トビウオ煮干しとは違う、独特の香りと甘みが、ありますね。そして油の感じが、出てくるのが、のどぐろの、特徴かと思います。なので、コクが、すごくありますね。非常にコク深く、上品で、のどぐろの旨味香りが、ふわっと独特な感じです。はい、それでは、自家製麺でございます。宮城で一番美味しい自家製麺だと思っております。この丸場で、製麺された、さらに原爆を、石臼でひいた自家製麺、麺の香りが実に豊かでございますね。で、断面が角ではなくて、丸い形状になっておりますので、以前よりすすり心地、喉越しがアップしております。で、下垂は低下垂、キルトは22番台、低下垂ですが低下垂っぽくないすすり心地ですね。中華スイカのごとくの熟成したすすり心地でございます。で、喉越しが抜群で、食感は、サクッとこう歯切れ良い感じですね。で、お麩はこのノドグロの醤油スープがめっちゃ染み込んでおり、面白い具材でございますね。で、この一杯はですね、バラのり、など、ネギなどをですね、全体に混ぜ合わせていただくことに、食べ進めの変化の醍醐味を感じそうでございます。全体をですね、バラのりを、混ぜ合わせていただいていきます。バラのりから感じる磯の香りがですね、このノドグロ醤油とめっちゃ合いますね。麺の香り、ノドグロ醤油の、旨味香り甘み、それに相乗するバラのりでございます。めちゃめちゃぴったり合いまくりまくりスティです。はい、それでは穂先麺はこちらも丁寧な作りでございます。シャキ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 とした、食感で、麺との、差別化、食感の違いを楽しむことができます。これだけ具沢山ですと一杯を、具材が邪魔しそうな、感じがイメージがあるんですが、一つ一つが実に麺を味合わせることに向かって、主軸の、麺を味わうことに向かって、具材一つ一つがですね、もちろんスープもですが、この一杯を、一つ一つが、引き立てまくっておりますね。はい、それでは、巨大な豚肩ロース肉チャーシューでございます。一口でいってみたいと思います。柔らかいので、巨大でも一口で頬張れました。
これはもうめちゃめちゃうまい肩ロースです。もしかしたら宮城で一番おいしい肩ロースかもしれません。噛み締めるごとに肩ロース本来の肉のうまみが絶妙な味付けによってこう引き立てまくってくる、こう味わいが広がりまくってくる感じなんですね。チャーシュー好きの方は絶対チャーシュートッピングおすすめでございます。はい、それでこの辺りになってきますと油が引いていきますので、生醤油本来の、旨味、そして、のどぐろだしの旨味、純粋にこう味わえますね。この両方が見事な相乗を示しており、油が引いてきますのでこう落ち着きが増してくるといいますか、さらにこう全体が、混ざり合わさってきて、当然麺の小麦粉もですねスープに溶け込んでまいりますし、でそれでバラのりですね、これがめっちゃぴったり合いまくりまくりしていいですね。で三つ葉であったり柑橘系の皮、さらにこの柑橘系の皮がめちゃめちゃアクセントとなっております。はい、それでは、豚腕の、煮豚ですね、山ちゃん仕込みのようでございます。しっかりとした味付けのようでございますね。地系を意識した豚腕の煮豚のようでございます。この新たなチャレンジも素晴らしいですね。それで、一口でいこうと思ったのですが、やはり一口ではいけませんでした。でやはり腕らしいですね、独特の弾力、肉肉しさといいますか独特の弾力を感じますね。で味付けしっかりしてますね。濃いめの味付けでございます。これはライスがめっちゃ合いそうです。肩ロースとは、また違うですね、食感と味付けで実に、ユニークといいますか、バラエティに富んだ一杯に、なっておりますね。バラエティに、富んだ一杯を、表現しております。のどぐろ醤油、この新たな、一杯におきましても、具材一つ一つもこう新たなことに挑戦しているところ、これが実に素晴らしいですし、これからもどんどんですね、新たなことに、挑戦された時は、味わいに行きたいと思います。まあレギュラーメニューと思われます鶏白湯の醤油ですね。あとナルトのラーメン、これも味わったことがありませんので、食べに行きたいですね。はい、宮城県仙台市、宮城の区にあります石臼原爆自家製ラーメン、丸釜、3月、1日2日の、限定メニューといいますか、2日のみの、前夜祭の7周年記念イベント前夜祭の、のどぐろラーメン醤油でございました。3月、4日から、はですねこののどぐろの一杯ですね、こちらも提供される、はずだと思いますけれども、価格が適正に改定されます。まあ語らなければ伝わらないんですけれども、まあ語ることなかれといいますか、語る前に食べてみ、ればこの美味しさわかると思いますけれども、わかると思いますよ。丸釜はですね、やはり鶏白湯が軸となってるんですけども、このアニマルオフのですね、魚介乾物系、結構さまざまなこう煮干しであったり昆布などをブレンドした魚介乾物系、この一杯も非常に個性的でございますね。アニマルオフの魚介乾物系というジャンル、そこのくくりにおきましては、宮城で一番美味しいかもしれませんね。
まあ、もちろんあの煮干し専門店となりますと、渡りにありますあの中華そば会、こちらは抜群に美味しいんですけれども、まあもう石臼で引いたこの原爆を石臼で引いた、この自家製麺を軸とした、アニマルオフ魚介乾物系、という表現におきましては、さまざまなこの魚介乾物系の表現というところにおきましては、この丸釜が一番おいしいかもしれません、県外から訪れる際はぜひぜひ食べていただきたい一杯でございます。実に実に実においしくいただきました。ごちそうさまでした。それで、丸釜でめちゃめちゃおいしい、ラーメンをいただいた後は、まあ、温泉ではないですけれども、こちら富谷市にありますゆっぽに来ました。癒されました。そしてごちそうさまでした。